ますよ。はい、たくみソフトの高木です。暑いですね。今日は旭川は晴れ、夏です。過ごしやすいかな。暑いです。風は吹いてますので、過ごしやすさはあります。木陰に入れば気持ちいいだろうというふうに思います。今日はですね、 Vlog を撮るためにこのように私の散歩コースに来てお話をしています。今日4本お話ししようと思っていたんですけど、結局3本しか話せませんでした。なかなかこう歩きながら話すとですね、いらない言葉をいっぱいくっつけて喋ってしまうようで長くなってしまうようですね。これはちょっと反省点ですね。Vlog について、今日はですね、最後話して終わりたいと思ってるんですけども、皆さん Vlog ってやってますか？私が今こうやってるもの、これ私は Vlog と呼んでます。ビデオログですね。ビデオでの、まあ、ブログと一緒という人もいるんですけども、私はブログと一緒とは思っておりません。何かというと、また小難しいこと言うなっていうふうに言われちゃうかもしれないですけど、要するにデータなんですよね。データの蓄積をしてるだけなんです。そうするとわけわからなくなるので、まあわけわからなくなりますよね。キーワードはビッグデータ。ビッグデータと AI なんですよ。ビッグデータというのはたくさんのデータを必要として、そこから、判断をするために、なんでしょうね、まあ、たくさんのデータとたくさんの間違いといろんなものをですね、掛け合わせて精度を高めていくようなところがあるんですよ。まあ、猫の画像で言うならば、猫っぽいけど猫じゃない、そういう猫がいたり、猫なんだか犬なんだか分からない猫を、犬と判断するのか猫と判断するのか、それも間違いを覚えながら猫と判断していくみたいなところがあって、私が行っているこの Vlog の活動というのも実は、キーワードをたくさんコンピューター上に、まあ、正確に言うと YouTube 上に、あるいはインスタグラム上に、集めることで、何が起きるのかなということ、そしてその何が起きるのかなというところから何ができるのかなという判断をしていこうというふうに思っています。まあブログとの違いというのは、そういう意味で言うと、ビッグデータとか AI とか、そういった部分のものが欠落している時代の文書データだと思います。なので、Vlog に関しては、それよりもたくさんのデータを、まあ、相当量を入れることで精度を上げていく、価値を高めていく、そしてお客様に提供していく、そういうふうに、時代が動いていっているんだろうなというふうに考えています。ですからそのデータの一端をなす、データを作り出す、そのいわゆるインフルエンサー的な存在というのは、そういったビッグデータを集める会社にとってはどういう扱いなんでしょうね。価値がないでしょうかね。私は価値があると判断されると思っています。おそらくそういう動きになるであろうというふうに考えています。何かの賞金が得られるとか、何かに表彰されるということはないにしても、その集めたデータが有効であればあるほど、その人のそのインフルエンサーのような立ち振る舞いをした人に対しての信頼度というのは上がっていき、そこから出てくる発信源というのは
非常に評価をされ、重宝される、優遇されるということが起こっても不思議はないんじゃないかというふうな推論です。その推論に基づいて Vlog というのを推奨しています。いかがでしょう。今日 Vlog に話してかなり話したつもりなんですけど、私の考えなんとなく一つでもつかめたでしょうかね。これも実験です、研究です。失敗する可能性も大いにあります。でも、やり続けてやったもんが最後笑うっていうのが、まあ世の常、人の常です。途中で諦めず投げ出さず、しっかり Vlog を取り組んでいきましょう。私もこうやって仕事の合間、いや仕事の時間、仕事のタスクの一つとしてこう Vlog をやってます。で今までは私 Vlog を控えてました。なぜかというと、皆さんの Vlog の、情報を荒らすことになってはいけないなと思ったんですね。ですから私が価値ある人間に、なってしまってはいけないなっていうのもあって Vlog は控えてました。大量に Vlog を発生させる方法とかも全然、簡単にできるなと思ってたんですけども、そういったこともあえてやってきませんでしたが、このような Vlog 飽和状態の状況に入ってきていますので、それでなおかつお客様がなかなか Vlog 進まないという状況を見てきたので、じゃあ私の方で少し牽引していこうかなというふうに思った次第です。はい、今日はそんなところで話を終えたいと思います。もう喉が渇いてカラッカラです。大雪山は見えません、残念。ということで今日はこの辺で、それでは。